ちゃもちびもちゃです。ブロックです。ということで今回はですね、e フットボール2022やっていこうと思うんですけど、まあオンラインでですね、ちょっとね、害悪なユーザーと出会ったんで、その試合ね、ちょっと見ていただければなというふうに思います。害悪というか、一番キレてたね。なんか変だった。なんかね、一番怒ってた。なんか、ウイニングレモンやってきて、まあ家庭用版でも、ここまで試合してキレてた男はいないぞと。まあそうだね。まあこれ結構初期の方で、2戦目ぐらいかな。2戦目だった。オンライン2戦目ぐらいでのね、あの試合なんですけど、結構これがね、ものすごい途中が切れ始めるという。しかもね、面白いのが、なんか、切れるって言うとさ、やっぱレッドカードみたいなの出るみたいな感じだと思うんですけど、うん、なんかね、それがね、ちょっと面白いような、ね、感じだったんで、まあ、せっかくなんでね、まあ、動画にしていこうかなということで、まあ、最初はやっぱりでも普通なんだよね。うん、別にあの最初普通に試合していくということで。まあ、最初から切れてたらさすがにやばいからな。まあそうだね。だなんで、まあ、ちょっと前半はね、あの普通にちょっとね、あのこのゲーム見ていただければなというふうに思うんですけど、まあ、おもちゃ TV これまでチームスターレベル83の時やってるんですけど、相手の方とかは、普通にメンバーで言うと、ちょこちょこ日本人選手とか、うん、あと J リーグの選手だね。使えるからね。そうが、あのいるといった形でやってるんですけれども、まあ普通にここら辺はね、あのシュート打っていったりっていうところで、まずはやっぱり点を決めないとね、あの勝っていけないんでっていうところで、まあ、攻めているんですけど、まあ今のね時期、ただやっぱりあの日本代表スカットとか、やっぱり J リーグスカットとかでやってる方とかも結構多くてね。なんかあの GP が全然かかんないんだよね、はい、確か。なんで、まあ普通にね、あのやっぱり代表スカットとかでも結構面白いんですよね。うん、まあ、おもちゃ TV の方は普通に、結構ガチスカみたいな感じで、今できる限りのガチスカでやってるんですけど、まあこの辺もね、まあ普通にやってますね、この辺は。なかなかこの前半15分なんですけど、まあ、シュートがまだ決まってないという状況ですね。うん、でここで前半の29分ですね、均衡崩れるということで、ワンタッチパスめっちゃつながって、ラウル決めていくということで、あの今作ね、やっぱりね、結構中央から の, あのワンタッチパスがずれないんですよね。うん、なんか今作面白いのが、あの人にずれはしないんですよ。はい、要するにパスずれみたいな感じで、変なトラップできないところにパスがいっちゃうとかないんだけど、ただなんかね、こいつにパス出したんじゃねえんだけど、違う人にパス出すみたいなののパスズレはある。そうだね。何なんだろうね。うん、あれはなんか何なんだろうなって思うんだけど、あれこっちに出してはないんだけどなみたいなのが、スティックの操作的にも今までだったらウィーでね、あの、うん、家庭用場でもしっかりスティック操作しておけばそっち行ったんだけど、あれなんでこっち行ってんだろうみたいなのが、だからちょこちょこ、それが PS4 だからなのか何なのかわかんないんだけど、どうなんでしょうね。うん、ただアプリでだとさ、やっぱり結構さ、あのタッチ操作だからさ、やっぱあるじゃん、そういうのが。あれこっちじゃないのにみたいな。背置きの方はね、今までそんなになかったんですよ。やっぱりあのコントローラーでやってる分ね、正確性も上がるんで。ただまあ、ああいうワンタッチパスは通るはしますね。めっちゃ通る。あのワンタッチでパンパン、することはできるっていう。でも普通にやっぱり攻撃とか、あの、うん、結構爽快感があってね、やっぱ楽しいとこなんですけど、まあ、前半ね、これ44分ということで、まあ、前半はね、普通のまま至って。普通の試合ということでね、心までは何もないといった感じなんですけど、最後のね、まあ、この攻撃ですね、まあ、このグエとかも使ってるんですけど、結構いい選手ですね。なんかあのやっぱり、なんつうんだろう、今まであんまり使わなそうな選手とかもね、あの今作品結構ね、生きてくると思うんで、うん、結構その辺は楽しいところなのかなって。こっちのこれ、カーが伸びちゃったんですけど、まあ、前半は2対0と、ちょっとやっぱボールコントロールとかの数字、カーとかこの選手が全然育ててないんで、なんかちょっとやっぱりボールタッチ的にはトラップが浮いちゃったりとかもするのかなみたいな、はい、だからちょっと数値も低いからね、そうだね、だからこれも育てていく中でなくなっていくのかどうなのか。ただ、はい、OMF でね、香川真司使ってるのはね、俺らしかない。俺らしかない、俺らしかない。見たことない、見たことない。今回調子いいからちょっと撮ってみたんだけど。B だったから、うん、香川がね、だから撮って使ってみた。でもね、普通に強いんですよ。あの香川でも全然、まあ、よく言えばね、やっぱりそれは OMF 欲しい選手いるんですけど。うん、さあ、ここで3対0になっていって、しかしなお、別にここまだ、変わらずというね、うん、まあ、3-0手までやっぱ諦める時間たちはないし、うん、であとね、1個あれなのが、今作ね、プレイステーション4ね、あれなんですよね、ギブアップ機能がついてるんですよ、ね、うん、今までウイニングレベルでアプリだとギブアップ機能っておなじみだと思うんですけど、あの背置きの方でもビルドアップ機能がついてるんで、うん、あの普通になんつうの、あの例えば前半とかで、あ、もう無理だなみたいになったら、あの切り替えることができるんですよ、ね、うん、だそれがね、新しくついてる機能ということで、さあ、ここ4点打っていきたいところ、ちょっとね、オーバー目のパスがずれていくんですけど、これ、もう1回奪って、攻めですね。うん、この辺のね、細かいタッチとかも結構いいですね、今作は。結構2戦目なんで、確認しながらね、なんかそのタッチとかも見ていくっていうところでやってたんだけど、うん、
こら辺のね、あのやっぱワンタッチのところは本当にいい感じでつながる。さあここベッカムということで、うん、まあ、完璧なね、あのシュートで、まあ、これで4点目なんですけれども、まあ、ここからちょっときますね、ちょっと、うん、まずこれですね、まあキーパーまで下げたんかなと思ったら、まあ、なんかこの、まあ、これでね、あでこれで思ったのが、あもしあの3点取るとウイニングイレブンって自殺点3点すると、うん、試合が終わって負けになるんだよね、その自殺点した人が。これを狙ってんのかなっていう風な感じで思ったんですけど、であとは俺あれ思ったのよ、これもう1点決めて 5-0 になってるんで、あの、うん、ギブアップあるぞっていう、うん、やっぱりあのギブアップ知らない人とかもいるんですけど、あのポーズに戻ってギブアップするのかなみたいな、うん、もうだってあの形だったらもう試合諦めてるんで、うん、で待ってるんですけどギブアップはしないというここはまあギブアップはしないんだなみたいな、ね、これでまあもう一回なんか謎のなんか俺はもういいぞみたいな、うん、何でも取るみたいな、ただここでねそのなんかあの自殺点をさせないあの自動的な機能がついてみたいなのがあるんだけど、で自殺点2点で俺たちもねこの時、あこの人あれだみたいな、ギブアップしないで自殺点であのやめる人なんだなって思ってて、どういうあれなのかわからないですけどね、まあこの時まではねまあまああと1点、まあ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 、自殺点すればゲーム終わるかなと思って、まあこれあと1点ですよね、これ今2点で、あと1点自殺点はなんとここであのポーズみたいな感じで、そうでここでねずっと待つって、あの要はポーズでなんかそのずっと試合を長引かせるみたいな行為ありますね、そうで何がしてんだって思ってここで、そうこれもうギブすればさだってもう終わるじゃん、うん、いや嫌な気持ちも終わるからギブしちゃえばもうね次の試合に行けるんだけど、これギブはしないの、暇になってもでここでこれねめっちゃ早送りしてんのよ、うん、だからこれで2分ぐらい待たせられてんだよね、うん、で全部フルで使われて、そうでここ何がしたい、一体何がしたいんだろうなっていう感じだったんだけど、今度これ今度特になんか何もなく、どういうことこれなんかこれ3点目の自殺点すんのかなと思いきや今度なんか放置プレイみたいな感じになって、まあ一応来たんでね、来たらまあ普通にやりますっていうことで、なんかね不思議な方だったね、うん、これキーパーにね多分あのマニュアルカーソルチェンジ、うん、あの合わせてやってると思うんですけど、ここら辺とかもねもうなんか何するわけでもなくて、うんこれほんのね、まあどうしたの、幽霊になっちゃったのかっていう、ただねあのこっちの操作止めちゃうとこっちの負けになっちゃうんですよ、うん、あのなんか動かさないと、だからこれあくまで動かさないといけないんで、まあせっかくなんでね、まあ、ちょっと攻めようかなっていう感じで攻めてますね一応、まあなんだ今の動き見てよラウルが変な動きしてたけどね、さあこの辺ももう一点なんか狙いに行くんだけどみたいな感じでね、まあごちゃついてるというね謎、まあ、ここでね普通にやんのかなと思ったらまたでこれ蹴ってるでしょ、うん、これ蹴って時間いっぱい使ってないんで操作はしてるし顔面にはまだいるはず、多分あの相手方向かってはいると思うんですけど、ずっとこんな感じですね、で、まあ、もう一点ここで、ラウールがまあ来て決めてきた、ドーンとね、そうまあこれでねまあギブアップするのかなみたいなギブアップ流しですね、そうギブアップするかなみたいな、まあ別にしてもいいんだけど、するんだったらまあちゃんと、そう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 、ただね始めないと何にもないってこれねマジで苦痛なのよこの時間、もう次の試合行きたいのよ気持ち的にはね、もう試合終わってるんで、でこれフルでまた使われてた、何だったんだな、で今度は何かしなきゃ戻すっていうね、まあでも最初から戻したけどね、でまたこれ何なんだとこれ何なんだまたみたいな、でまた自殺点を考えてんだよね多分、まあね、うん、謎だけどねこれ、また入ってきた、うん、これでも3点ってさ連続3点なのかな、自殺点で、うん、それだと確かなんか、ま、なんかあの切断みたいな感じになるのかな、うん、なんかその間に挟むとどうなんだろうね、そこら辺のちょっとルールがあんまりよくわかんないんだけど、謎の人でしたね、そうちょっとねなんかね俺も上でやってきて初めてかもしれないこのタイプ、いやいない、これはなんかスライディング連発してきたりっていうのはあるんだけど、ここまでなんかなんていうのこの時間をこの90分までなんか使ってくるみたいな人だって、まあ、あの早い話切断とかはいるじゃん全然、そう試合とかはなんか多分普通に負けてたら次の試合早く行きたいなって考えるはずなんだけど、そうそうそう最大限の嫌がらせだと思うんだよねこれ、うんまあ、行かせねえぞみたいな、まだ、まあ、大してなんか別に俺らも初めてだったから、そうなんか変な人やなみたいな、開幕2戦目なんですけど、うん、出会ったのはね、なんかとんでもねえ感じになっちゃったなみたいなオンライン2戦目でこんな濃い人いるみたいな、そう珍しかったっすね、でやっぱり特に据え置きとかだとあんまりこういうね人もあんまりいなかった、アプリとかだとちょこちょこいたりするんだけど、据え置きだとここら辺ってマナーレベルで弾かれて、そう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 、 B とか C だから当たんないんだよね、当たんなかったりもするんだけど、うん、
なんか荒手というか、ね、久しぶりにでもなんかね長いのここが、ここを最大限話すまで待ってる、もう早押してくれっていうところで、でねこれねもう切り替えます、あのこれやられるとめんどくさいんで時間もともったいないんで、あの奪おうっていう、そう奪ってあのボールをほじって試合を終わらせるっていう、終わらせるっていうところになりますね、これやられるとめんどくさいから、なんかしんないけど取り囲されるそう、なんか取り囲をしてみたいみたいなこれもうめんどくさいからシュート行こうかなと思ったんですけど、うん、もう一回下げて、もうちょっとめんどくさいんでね、こっちで回そう、もう終わらせると、試合終わらせる感じですね、まあでも煽ってますね、めちゃめちゃ切れてるのね、うん、まあなんかチャカチャカしてますね、本当にチャカチャカもさ、勝ってるんだったらチャカチャカしていいんだと思うんだけど、なんか負けててチャカチャカしても、別に俺たちはなんかね、何も別に何もガチャガチャされてもああみたいな感じだからな、まあちょっと珍しい相手かな、ここまでの人はね正直会ったことがないかなっていうところで、ね、いや久しぶり、非常にね、貴重な体験、そうだってさ、なんかさ新しいじゃん、そうスライディングとかをするんじゃなくて、この時間を使ってなんか一緒に付き合いよお前みたいな、でも昔からいるにはいたんだろうな、まあね、うん、まあいるにはいたんだけど初めて遭遇した、めんどくさい、ムツゴロウみたいな気持ちになったわただやっぱりできればギブしてほしいですね、うん、もう本当にやめるんだったらギブするとか、まあ、切るのはやっぱ良くない、キーパー出てきましたね、うん、ここでなんと相手のクオンスンテがなんかねこれ見てこれこのマッチング、上でじゃなくなんのこれ俺これ初めて見たこのどういう心境なんてこれキーパーをこっちに持ってくってこれね、これ何なんだっていう、やめれよそうワンピーが分かんなくて、これ最後の結末ですよね、止まったのよ、うん、止まったからこれもう終わりなのかなと思うじゃん、うん、見て缶を見てほしいんですけど、うちの缶にスライスしてるやんうちの缶にスライスして怪我させたろと思ってる、これなんとね、この締め方、これはちょっと初めてだったね、この経験は。でこれで、なんか多分向こうの方がポーズをしたと思うんですけど、待ってるって言ったから、あれこれどういうことなんだって、あと残り22秒、うん、これフルで使おうと思ってるんだろうね多分、うん、で多分これフルでこっちは多分押してなくて待ってる側なんで、多分向こうの方がもう多分これフルで使って最終的に切ろうみたいな、だから最大限の時間を使って最後のその要はロスタイムに、ギブアップみたいな感じでやる、珍しいよね、いやこれは初めてでしたね、伝説的なポケモンに近いほらゼロでしょ、これでね多分もうね時間いっぱいでこれ気済んだのかな、これ気が済んでギブアップみたいな、ね、ちょウィニングイレブンやってきてオンラインやってきたけどこの手のタイプっていなくて、はい、いないね、結構ねみんなすぐ切るか、そうそうそう、すぐブチッと抜いて、まあそう、あとはなんか自殺点してそう終わらせたりとかね、こういう人もいますという感じでね、はい、本当にこのように早くマナーレベルちゃんとしろよ、マナーレベルしっかりと、そういう感じでね、はい、思っております、この上からのプレゼンチャンネル高評価よろしくお願いいたします、とシャーさらぼー。